楽しかった青森出張も今日で終わり。美味しいものいっぱい食べたな。ん？待てよ、そういえばお肉食べてなかった。よし、最後の夜は美味しいお肉を食べるぞ。行くぞ。青森はお肉も美味しいんだよね。今回の出張のゴールはここに決めた。炭火焼肉大順。焼肉、私の出張の締めとしてふさわしい。地元の人にも大人気のお店なんだよね。さあ、私の胃袋を満たしてくれるのは誰だ？奇跡の牛タン？奇跡って何？食べたら何か起こるの？カルビももちろん外せない。大順カルビ、名物だしこれも言っておこう。飲み物は、ここはビール一択。クレイジージョッキか。ちょっと危険な香り。今回は普通サイズで。ビールさん、いらっしゃい。最高、最高の極み。何これ、牛タン？おかしいおかしい、牛タンの厚さじゃないって。だって普通の牛タンってもっと薄く切ってさっと炙って食べるものだよね。え、どうやって焼くの？というかこれ焼けるの？焼くしかない。焼くぞー。この重たさ、厚さ、まさに奇跡。側面を焼こう。めったに見られない光景だ。いい感じに焼けてきましたよ。こっちの方はもう大丈夫そうですね。焼けたらホイルにくるんで、待つ。3分待つ。店員さんの OK が出たら開封の儀。心がじゃわめぐ。特製のタレにつけて、いざ実食。食？食感がシャクって言ってる。奇跡とはこのことか。美味しい。美味しすぎて笑ってしまう。牛タンの概念が変わる。もう一口タレ追加。シャクだ、やっぱりシャク。私、牛タン食べてるんだよね。青森出張の最後にこんな奇跡に出会ってしまった。ずっと食べていたい奇跡の牛タン、最高だ。全身がうまいと言っている。私の細胞から歓喜の声が聞こえる。
跡の牛タン食べるべし。お次はカルビ。カルビよね。え、この暑さでカルビなの？幸せの暑さ。幸せの音。幸せの焼き色。幸せのカルビ完成。美味しそう。幸せの味最高。カルビなのにこの熱さ、まさに幸せの詰め合わせ。大順カルビ100点満点。お次は時が止まった。嘘でしょ、お肉衝撃すぎるのよ。この暑さが尋常じゃないのよ。青森の夜を締めくくる相手にとって不足なし。重っ。まさにヘビー級。よーし、いけなんだこの光景は。塊肉の格闘時間15分。完成。最高の焼き上がり。見てこの断面。芸術点も満点だわ。食べるのがもったいない。でも食べちゃうもんね。まずはタレをつけて。柔らかい赤身と油の最高のバランス。肉の完成形ここにあり。二口目は塩で。こっちはさっぱり。いちぼに塩。素敵な組み合わせ。青森で焼肉。やっぱりあり。青森って最高。